チョイス。どうも、アクションズのタケト。はい、ドレイ。今回の動画は、はい、ファーストキッチンで勝手に食べ放題ということで、今回なんですけども、うん、ファーストキッチン、ファーストキッチン、我々も行ったことありますよね。もちろん。まあでも基本は10店舗の中に含まれるとか、うん、なんか一品だけ食べるとかなんですよ、うん、がっつりセットとかね、なんかサイドメニューを食べたことなくて。そうね。なので今回ちょっと勝手に食べ放題シリーズということで、はい、ファーストキッチンでやっていきたいと思います。おう、ファーストキッチンの俺が好きなやつはあのチキンナゲットがすごくうまいんですよ、ね、そうじゃん、覚えてる？いや、俺が3年前とか4年前ずっと言ってた、ファーストキッチンのチキンナゲットが一番うまいって。今は更新されちゃった。されてないっすね。あー、多分ね、覚えてないんだ。そんなチキンナゲットはあんま食べてないんで、まあ他のサイドメニューも結構あの種類豊富なので、うん、今回は手当たり次第食べていこうかなって思います。はい、じゃあ早速勝手にファーストキッチン食べ放題やっていきたいと思います。それでは、いただきます。さて、注文してきましたぞ。これがね、半端なんでステロです。半端ないっすよね。半端です。それではちょっと紹介していきます。はい、ファーストクラシックバーガー、チキンナゲット、エビフライ3尾入りで、ペプシコーラ S、 シークワーサーチキン、パスタサンドのこれセットで、ふわしバター醤油ポテト M サイズ、ペプシコーラ M がついてきます。フライドチキン1ピース。以上、食べますか。食べましょう。いただきます。いただきます。どーん。あとバーガー見て、この分厚さね、やばくない？パンパンでございます。肉汁がすごい。え、うまっ。うん、シクワサ感じ、ほんとの感じ。タツタってのがいいよな。俺タツタ好きなんだよ。フレッシュ。何それ。フレッシュ。トマトがね、レタス、玉ねぎ、うん、ピクルス、味付けがね、多分これマヨネーズだけな気がする。あ、意外とシンプル。うん、で素材の味がいいから、うん、これでいいかも。肉もすごくね、ジューシーで美味しいです。素晴らしい。さすがに食べさせて、一見シンプルな感じ。うん、すごい単純なの。単純なの。うまい。これや。これうまくない？うん。チキンがうますぎる。やった。やったー、お前。うん、お前シャレでこすのやってるって。結構ガチだよ。今後俺エプロン準備しようかな。こすしたいな。お前がどうしたらこぼせないか、ちょっと俺。うん、ガチで研究してほしい。やってるよ、お前。アドバイスしてやるよ。なんで今までそれ言われなかったんだって、嫌いかもしれないけど、うん、こうやって食った方がいい。落ちても大丈夫。絶対その通りだ。お前はいつもね、ここで食ってるから。なるほどね。当たり前だけど確かにそうだな。なんで気づかなかったんだろう。取りやすそうすぎたよ。結構なえるね、その試着。お前一番いいやつじゃん。高いし、ちゃんと高いやつだし。まあ俺の津波は大ギュースでごまかせますんで。世界一うまいチキンナゲットらしいじゃんね。これ冗談抜きだよ。どっち世界一うまいか。でも最近言ってなかった。でも俺の覚えてる限りじゃモスバーガーが一番うまいんだよ。いや、これ高いのがね、400円5ピースで。あー、本当に間違いない。鶏の風味も好きなんだよ。うわ、マジでうまい。柔らか。そう、サクフワ、うん、エビフライ売ってるのびっくりした。俺はタルタルソース好きなんだな。うん、エビまで尻尾いける。いけるいける。そうです。軽い食感、エビの香りもいい。やばっ。あ、プリプリ。うん、焦がしバター醤油。ちょい太？うん。ん？なんか焦がしバターってこういう味だっけ？ていうか、まあ、もうシェイクされてる状態で来たんだ。うん。焦がしバターが。これか。
つらー、あーここでしっかりでかいチキン、フライドチキンですね。いただきます。ジューシー、うまっ。すごい、ガクリガク。下味というよりかお肉の味が強い。ケンタッキーとかさ、絶対デート向けでないよ。まあ初デートとかでやったらもうかましでしょ。かましする。逆に豪快に食っちゃってさ、そんな触れちゃうパターンもあるとか。これは来れる。やってこようなと。石原さとみみたいな。レッドホットチキン一時期さ、これ石原さとみだから。なんか勘違いしてる。勘違いしてる。菅田将暉だからあの格好が似合うみたいな感じ。なるほど、なるほど。あ、ちょっとウェンディーズ。でもウェンディーズとファーストキッチンの違いが分かんない。でもなんか大体こういうさ書いてあるのとウェンディーズファーストキッチン、どっちがあるの。上というか、なんか上っていうあれなんじゃないじゃない。なんか普通になんか一緒に共同でやってますよみたいな感じなんじゃない。ウェンディーズのが見ねえわ店舗。渋谷でしか見ない、渋谷でしか見たことない。ちゃんとスープ買ったことあるけどめっちゃうまかったけど。ちょっと次ね、パスタを食いたいですよ。これね、パスタやばいよ。すごいね、バーガー屋さんでパスタ結構種類あるんで、ちょっとそれ食べたいな。バーガーとパスタの二刀流。でもバーガー頼んでさ、パスタは頼まないんで。まあ、どっちかだよ、絶対。あー、これ結構だる、これ結構だるんだ。1、2、3、4、5箇所ですね。これも被弾がえぐい。早く帰って、飲み荒らし。ちなみにこれは、ハムシが飛んできたので、飛ぼうとしたらめっちゃこびりついた。今朝です。あ、今朝の話、じゃ最初からもう汚れてたんだ。なんかさ、あえてもう洋服シャツとしてさ、いや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 、いけんちゃう。悪天なら食べこぼしが違う。味じゃないや、本当に味ついちゃう。じゃ一旦俺がその辺でペンキ買ってくるから。いいや。さあ、追加注文していきたいと思います。はい、はい、ということで追加しました。うん、今回追加したのがですね、私がしめじとベーコンのボルチニクリーム。俺がクラシックパリトロチーズバーガー。さっきのクラシックバーガーにチーズが、ダブルチーズ。そう、あのね、中のチーズ1個に上のこのなんかせんべいみたいなチーズ。え、チーズ賞味期限から1ヶ月置いたバージョンね。違う、あの鍋のところにここでってやったやつみたいな。それどうやって作ってんだろう。でも圧縮して薄く焼いてるんじゃない。いや、これが果たしてどういう効果を生むのか。いただきます。どうです。ちゃんと本格的パスタっぽいぜ。ボルチーニって何なんだろう。あれじゃなかったっけ、ボルチーニだけみたいな。なんかキノコ、タケノコだから。そういうこと。あ、しめじがタケノコだからさ、ボルコニックバックショットじゃない。そういうこと。ブレイズキャノン、ブレイズキャノンで打ってブレイズキャノンコライデントになって最後はボルコニックデビルになる。そう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 、そういうこと。誰がオブライエンわかんない。オブライエンわかるが一番有名なんだよ。オブライエンわかるやつ。いいの。うまっ。バズーの濃厚バージョンみたいなもんだ。あー、うまい。もう絡みついてる味が。もう全体にキノコの味がついてる。じゃあそれがボルチーズ。あ、うまっ。すごく思わこのバッパ結構入ってたよな。これ宝くじ使おうか。でもあそこで一応増えてるじゃん。2015年。うわ、結構前だけど。8年前だけど。いや、1億3775万円出てるの。夢あるねー。まあ、宝くじ買ってさ、1億円あってさ、最低ワード出ちゃう、最低ワード出ちゃう。そのお金で、そのお金どうする落としてんの。そのお金でみんなを潤すよ、俺は。ほう。でも1億円当たっても、なんか俺それで人生狂わせたくないから、払うも払って、まあ、親とかにも渡して、お前にも1万円くらい渡して、俺なら1000万くらいやろうかなって思ってたけど、やべえか。嘘だよ、5000万あげるよ。半分ぐらいくれんだ。え、じゃあやっとく、今後の契約。あ、いいよ、その契約。いいよ。もし1億円以上の額があったら半分以上。もう多分この世で一番でかい乗り打ちで。ギャンブラーとかレベルじゃない。いるんだけどさ、あの人、直人さん、お母さん、お母さん、お母さん、直人、お母さん、うわ、あれはやばいんだよ。結構広告通せんね。今の雰囲気でいかないとダメなんだから1億当たったと。そうだ、あんなとこでスキップしてたらもう周りから狙われるよ。すぐにズタズタにされるでしょ。くっそリアルな話、1億とかじゃなくていいから、100円で俺はもう泣いて喜ぶんだけど。いいんです、これそんな大層だ。億とか惜しいんじゃないです。そのままスーパーセント100万円でいいんです。100分の1、1000分の1ぐらいいいんです。1億円さ、当たった人もさ、うん、当ててくださいって食べるつればさ、
あ、って実際自分がそうだったら上げちゃう。別にいいよ、ね、上がりすぎちゃって100万円いいのそんなもんって上げちゃうよ、ね、100万円ぐらいぐらいじゃないよ、じゃないけどさ、その人にとってはもう一回さ喜びを分かっちゃった方がいいじゃん。行ってくるわ。ちょっといくら入ってる経験だね、ちょっと今、ね、感じる、パソコンにあれ感じるよね、ちゃんとやる。うん、最後デザートを、いいんじゃない。デザートっていうデザートあんまないくて、うん、フロートとかタピオカとかあったんですけど、うん、その中から選んで最後外でね気分転換で最後の動画でしようかなと思います。 OK、 できた、お損した。さあ、追加しました、うん、私が抹茶ラテの M サイズ、これがコーラフロア。え、大丈夫これ。えびっくりした、今もう終わったと思ったわ。あっち側が足ついてない、ね、ちょっと重心をこっち側に持ってくるしかないんだ。いただきます。いただきます。タピオカにしなかったんだ。失敗した。え、失敗した。抹茶ラテだからさちょっと甘いのかなと思って、うん、と抹茶にミルクを入れただけ。ガムシロップ入れますかって言われた時もさ、うん、なんで抹茶ラテにガムシロップ入れるんだと思って、あ、大丈夫ですって言っちゃった。入れた方がいい絶対これ。もうやばい、コーラ入れる。いや、もっとやべえだろすんげえ量入ってるアイスね、めっちゃパンパン。11月かどうすんの、今年もあと1ヶ月よ。まあ今日撮影日11月9日なんですけども、さすがにね今年終わるの早すぎ。結局このセーフ出ちゃうよ。結局早すぎたな。やり残したことあります？いや、いっぱいあるよ。あるんだ。インスタの投稿しなさすぎ問題ってのもありまして、ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。ちょっとまだ宝くじに夢を抱いちゃったけどね。だんだん近づいて、いや、なんか当たる気がするんだよな。なんかすごいね、なんかスクラッチで100万当たる気がする。あそこでスクラッチでマックスなく100、あの300もある。100って当たったらさ、そこでもうすぐもらえるのかな、銀行行かないとダメなのかな。100は無理だよ、さすがに。10万とかはさすがに、うん、10万もいったら結構嬉しいよね。10万ってだって言っちゃえばね、スクラッチ全部回収できるよ、買ったやつ今までの。あ、今までの分け分、分け分全部回収できる。いや、もう余るぐらいよ。まぶく銭ですからね。どうしたらロード6当たった人さ1億3700万当たってるけどさ、そのために買ったさ金額の1億4000万とかあったら折れないハートを別のところに使うべきだよ。でも逆にさ1億3700万、うん、それ当てて1億4000万負けてたのが、うん、1億3000万返ってきた人はほぼ勝ちだよ。だからさ、宝くじにさそのギャンブラーレン持ってきちゃうのさ違うよ。いや、勝ちでしょお前。1億円使っちまったと思ったらもうチャラで勝ちでしょ。寒いな。なんで外でこんな冷たいの飲んでたのな俺ら秋に。寒い。あれじゃない、1年間って3ヶ月切ない。あまりにも負けすぎてちょっと何も言葉出んかったわ。何が実質なのかもわからんし、だから3ヶ月過ぎたらもう時間経つの早いから、うん、実質3ヶ月切ない。1年実は3ヶ月切です。地球平面説いい表もそうかもしれない。彼女欲しくねえ。お前もさ肌寒くなってきたからそう言ってんじゃないの。お前いつも言ってるやん。この季節彼女欲しいって不意に運転中とかギャグだよ、ネタだから。お前が面白いツッコミ待ってんだよ。ずるその言い回し。ずっと待ってんだよ。でも飲食店行くたびに混乱しちゃう彼氏とか嫌だろ。いや、それをいいと思う。この子本当に俺逆の立場だったら年上とか引くで。年上とかなんかだんだんさ、その言い方あれだけど、あの幼い子を相手してるようなさ、またよこしたよもうっていう、なんかそう、お世話したい、世話焼きというか、いるよ、いるよ、イライラが先に来ない。いや、いると思うよ、その性本能を働いちゃう人とか。まあそこで、とかやってたらちょっと腹立つけど、別にあれか、うっかりな感じだったらいいの。そういう人は、絶対います。短所を長所に見てくれる人いるかな。確かお前の好きなタイプですよ。年上、こういうレースお姉さんタイプですか。うん、よお前それそんなスピードで飲めたな、寒い中。やっぱ味変わるからね、クリーム入ることで。最近お前がカレーを好むように俺もクリームソーダとかやるから、トロート系をちょっとハマり始めた。寒すぎ、ごちそうさまでした。よし、ということで、ファーストキッチン食べ放題終了。お疲れ様でした。そうです。
まあ、一気に急に冷めたね。うん、今回2人で食べた合計金額は5160円。うん、結構いい値段いきましたね。ね、こんな品数は食べてない気もするけど、一つ一つ割と、まあ、クオリティに見合ったみたいな、その美味しさが結構高かったです。うん、でちょっと私が美味しかったもの発表していいですか。どうぞ。私が美味しかったのはもちろんチキンナゲットです。それはもう変わらん変わらん、もうバーガーを超えたうまさですね、チキンナゲット。なるほどね。はい、私が選ぶのはスイクワサチキンタツタバーガー。うまかったね。すっごいうまかった。タツタとしてのレベルも非常に高かった。ぜひ、この2つ食べてみてください。おすすめです。急にね、また寒くなってきていますので、体の方を崩さないように体調管理しっかりしてください。はい、ではチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の食べ放題でお会いしましょう。ブー。風を切って走ってゆく希望の前。